L-2 はアメリカ海軍の潜水艦。L9 潜水艦の2番艦。L-2 は1914年3月19日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船所で寄港する。1915年2月11日にラッセル・グレーによって浸水し、1916年9月29日に艦長オーガスティン・H・グレー中尉の指揮下就役する。大西洋騎士転移の訓練後、L-2 は水中戦実験のためフロリダ州キーウェストに到着した。南方海域で1917年3月まで作戦活動に従事した後、L-2 は第一次世界大戦に参加する準備を始めた。1917年11月27日にコネチカット州ニューロンドンを出港し、L-2 はアゾレス諸島を経由して1918年1月27日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。バントリー湾を拠点として、L-2 はイギリス諸島の周りを哨戒し、船体の両艦とともに、その行動範囲は北、大西洋まで及び、連合軍部隊に補給を行う船団を U ボートの攻撃から護衛した。5月26日と7月10日に敵潜水艦に対して攻撃を行っている。戦後 L-2 は1919年1月3日にポートランド島を出港し、帰国の途に着いた。2月初めにペンシルベニア州フィラデルフィアに到着し、1922年まで大西洋岸沿いに魚雷と水中探知技術の実験を行った。L-2 は1922年5月1日にニューロンドンで限定収益状態に置かれ、1923年5月4日にバージニア州ハンプトンローズで退役した。ロンドン海軍軍縮条約に従って船体は廃棄され、鋼材は1933年11月28日に売却された。ありがとうございます。